これ気になるな、これ気になる。よし、すっきりした。ちょ、サソリサソリ、こいこい。一撃じゃない？一撃じゃん、余裕。あいつマジしてこの、この扉の番長がなんか知らんけど、三人がかりで三対一やっとるやないか、マジで。来いよ。おい。でかいやつ、でかいやつをな、まず仕留める。マジだ。うわ、待って、じゃあ、雑魚が！攻撃なれ、通るかなと思ったけど通らない。逃げよう。ダメだ、ダメだ。さすが番長。あ、来た。1。落として。おお、危ねえ。多くないか、うまくない。オッケー、来た。よし、帰ろう。キメラの翼も作ろう。ちょ、数が少なくなってきた。キメツバ、できるだけいっぱい。よし、量産で、ウォーハンマーを作る。うん、で、あとは爆弾岩だね。オッケー。ほな、爆弾岩倒しに行きましょうか。装備書、装備。うわ、めっちゃ強そう、めっちゃ強そう。ちょ、めっちゃかわいい、かわいい。めっちゃ強そう。ちょっと、爆発する前に倒さんと石を手に、てかこれ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 、爆弾岩とか、まあ、どのいい、こっちが大事。いやー、取れるぜ、取れるぜ。取れねえじゃねえかよ、話が違うぞ、ロロンド。あいつ取れねえじゃねえかよ。もう一個上の、もうワンランク上のハンマーが必要ということか。よしよし、鋼にしよう。鋼の方がいい。あ、しゃ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 、あー、じゃ、爆発する前に殺せ。あぶねえ。こっち行き止まりだから、はあ、せっかくだし、ちょっと多めに、多めに取って帰るか。うん、多めにね。5個、5個持って帰ろう。5個。ネオル、ネオル、ネオルでチャンスだ。ほっ、よいしょよいしょよいしょ。こっからノーダメでいきます。こっからノーダメ、ノーダメ縛り。こっからノーダメージ縛り。チカ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 。あ、あん、あん、あん、なんか言ってるこいつ。あん、あんって言ったよ、あん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 って何。よしよしよし、乗らないか。あぶねえ、食らうとこだった。ね、め、あ、メガンテか。メガンテっていう前に倒せってことだね。カウントダウンしてくれてるわけだ。よけて、あぶねえ、当たるとこだった。あぶねえ、紙一重。メガザルとか言って。おもんな。おもんな。
今年一は思んないな今の。あと一匹倒したら帰ろう。うん、またメガザルとか言いかねんから来いよ。てか爆弾岩って意外とでかいんだね。うん、このゲーム、あーめガガガガガガ、うんうん、セーフー、帰ろう。間違えた。これで魔法の玉作って、あいつは名前なんだったっけな、ロッシーじゃなくて、ロッシーじゃなくてショーター、うん、ショーター、ショーター、ショーターに見せてあげよう。 OK、はい、ショーター、ショーターできたよ。何その隙間に。これはそれ魔法の玉完成したのですね。魔法の玉の発案者もこの私も所詮は物を作る力を奪われた身。今まで魔法の玉を実際に作り出すことはできませんでした。しかしあなたは伝説のビルダーだ、必ず形にしてくれると信じていましたよ。ヒデコさん、メルキドを支配するゴーレムは必ず来ます。ゴーレムに勝てば空の闇も晴れる、負ければメルキドは再び滅びるでしょう。来たる戦いの勝利を祈っています。どうかその魔法の玉を役立てください。そうですね、魔法の玉が20個もあればゴーレムだってきっと。あ、なんか久しぶりに命の木の実もらったね。クオ20個あればきっと。ちょっと整頓しよう。で、20個作ろう。うん、きっとって言ってた。もう1セット作って、これ20、さあ、あ、出てる。ロッシ臭いな。ちょっと待って、ロッシ臭いけど敵が現れる。ロッシ違う、おった。あ、ビリンかな。やだやだ、壊される。貴様ら、ビリンだ。どうしたの最近、なんだかみんなビリビリしてて怖いね。ピリピリが。ロランドに聞いたよ、もうすぐでっかい魔物との戦いがあるんでしょ。私はただみんなで街を作って楽しく暮らしたかっただけなのに、どうしてこんなことになっちゃったのかな。動物の森とかやってろよ。動物の森とか、シムシティとか、牧場物語とか。襲ってくる魔物ってとっても強いんでしょ。あのね、こんな時にわざわざお願いするものじゃないのかもしれないけど、怖い魔物が来ても安心できるように薬草を5つ作って私にくれない。これが私の最後のお願いだよ、よろしくね。てか最後のお願いってなんかフラグ立たせんなよ、謎の。それ死亡フラグだぞ。もう取られたし薬草。いいけど、2つ作っておいたの、これで全部で、ね、7つエテコにあげるね。え、どういうこと。どうしてわざわざ5つ作らせたのかって。だってエテコはみんなのために部屋や家具や武器を作るのに夢中で、自分のことはいつも後回しでしょ。うん、そんなことない、うん、自分が最優先、自分のことしかマジ考えてない、うん、マジ他人のことかも知らん、うん、他人の人生知らん、そんな勝手にしねえ。失礼しました。だから最後の戦いの前にちゃんと自分のための道具を作ってほしかったんだ。ねえテコ、ロロンドが言ってたメルキドシールドっていうのは作れそう。私はいくら、悪い魔物でも戦うのは嫌だけど、もしエテコが作ってくれたらこの街を、壊されちゃったらすっごく悲しいな。お願いテコ、この街を守るためにメルキドシールドの作り方を必ず見つけて。え、もう思いつくの、もしかして。そういうわけじゃない。薬草増えて、おお、ひらめきやがった。
うん、とても大きく頑丈な壁、置いた後丸ボタンで外すことができる。ほう、ひらめきやがった。な、何でできるんだ、ちょっと見よう。あー、ちょ、雪のぺ、雪のぺは黙ってろ、うるせえ雪のぺ。メルキドシールド、こっちかな。え、なくね。あった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 。これゴーレム岩、オリハルコン。多分オリハルコンってのは、オリハルコンってのはさっきの壊せなかったやつで、ゴーレム岩は確実にゴーレムだよね。うん、おい、でかしたぞ。ってこついにメルキドシールドの作り方をひらまいたのか。これで要塞都市メルキドを復活できる、来たるべき魔物との決戦にも備えられよう。思えばこの戦い、長い道のりだった。これまで長い道のりだった。メルキド六を呼びが、メルキドが、メルキド六が読み解けず何度も枕を濡らしたか。さえてこう、いよいよこの時が、時だ。メルキド六に記載された最強にして最大の防壁、メルキドシールドを作り、来たる魔物との戦い、決戦に備えるのだ。メルキドシールドを作るための素材は改めてお主に伝えよう。心の準備ができたら我が家にもう一度声をかけるのだ。ちょ、一回寝ようか。なんかこれすぐになんかゴーレム来そう。なんか嫌な予感がする。これゴーレムが攻めてきた的なことじゃないの、これもしかして。よし、ちょっと、おっさん、ちょ、おっさんかぶるなよ、おっさん同士で。よし、うん、いいよ、もう準備はできた。オリハルコンは爆弾岩のいる緑の扉の先の黒い岩の中にある金の鉱石だ。ゴーレム岩は雪の兵がいた赤い扉の先にいるの。ストーンマンを倒すことで手に入れることができるらしいぞ。オリハルコンもゴーレム岩も入手が難しい、極めて硬い素材だという。ああ、そういうことか。あ、簡単じゃん。超イージーじゃんこれ。どっちから行くじゃあ。ちょっとさ、一回テストで使ってみよう。テストほほー、おー、なるほどね。1212344445か。25マス引く4、21マスか。違う。567だ。728の引く4だ。24。いやー、ゴーレムの方がちょっと難しそうだから、先にあのオリハルコン、オリハルコン行こう先。ここにあるのは知っている。ここに設置して、これここでいいんでしょ。おおおお、さっきのさ、洞窟行こうぜ。洞窟いっぱいあったもんね。あそこスイッチ、逃げろ。オッケー。あー、一個だけか。一個だけだとなんかちょっとな、もったいないな。一個はいいや。固まってるところにぶっぱしよう。あ、こことかいいんじゃない。ここだ。おしい。もう貫通したっていうか、上？え？
落ちた落ちた。あ、ここめっちゃ上、天井めっちゃ天井。うん、こういう場合はあ、なんか来た来た来た、邪魔しないで邪魔しないで。で、ここにさ、ほい、これでいいんじゃない。危ない。おお、あとこれも持って、これも持って帰る。よし、あ、めっちゃあるじゃん、めっちゃあるて。まあ、こんだけありゃいいよね、もう。こんだけありゃ十分でしょ。何ドラクエごっこしてんの。何ドラクエごっこするの。イナフィス。いないんで、ちょっと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 、何こいつ、キー、何これ、すげえ、うん、すげえ、これ箱スライム、箱スライムだ。あぶねえ、あぶねえ、落ちる落ちる。いねえな。あ、ピラミッドの裏まで出てきた。いた。いたぜ、いたぜ、いたぜ、いたぜ。よっしゃ。まずは、ヘイトを稼ごう。ヘイト。ヘイトを稼げ。いや、あ、今チャンスじゃないこれ。ちょっと、ちょっと、おかしい。ああ、もうドキクソが。120。いったいった、オッケーオッケーオッケー、よし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 、まだ生きてるまだ生きてる、来い、よし